エリアス・フリースの肖像画エリアス・マグヌス・フリースは、スウェーデンの金類及び植物学の学者。スモーランド地方のフェムス法を生まれた。1811年にルンド大学入学。1824年にルンド大学で植物学の教授に就任した。1834年からウプサラ大学の教授を務めた。1847年からは、 スウェーデンアカデミーの就寝会員となった。彼は現代キノコ分類学の父と称されている。彼のキノコ分類はゲーテ等のドイツのロマン主義に影響を受けており、胞子の色やだ観光、針等の主要な特徴によるものである。彼が亡くなった時、タイムズは彼の大変多くの業績、特に菌類と地類については輪廻に匹敵すると書いている。 息子のテオドール・マグヌス・フリースも植物学及び菌類学者になった。FR は植物の学名で命名者を示す場合にエリアス・フリースを示すのに使われる。ウィキメディア・コモンズにはエリアス・フリースに関するカテゴリーがあります。ウィキスピーシーズにはエリアス・フリースに関する情報があります。ありがとうございます。